ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは。ベガルタチャンネルレディオナビゲーターの及川明宏です。こちらはベガルタ仙台の選手のインタビューやクラブの情報をラジオ形式で配信していくオフィシャルの音声コンテンツです。さて今回はベガルタ仙台元選手で現在は株式会社ベガルタ仙台地域連携課スタッフの菅井直樹さんと対談形式で2022シーズンの振り返りを中心に様々なお話をしましたので、そちらを聞いていただきたいと思います。それでは始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。さて今回は2022年最後ということで、この2022シーズンをいろいろと振り返るような話をしていこうと思います。ということで今回はこの方をお迎えいたしました。ご紹介しましょう。ベガルタ仙台元選手で現在は株式会社ベガルタ仙台地域連携課スタッフでいらっしゃいます、おなじみ菅井直樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、もうなんかちょっとシーズンが終わって、はい、久しぶりにお会いしましたけれども、はい、お元気そうで何よりです。お元気そうですか？はい、元気ですね、はい、よかったです、はい、最近海外にも行ってらっしゃったということで、はい、はい、行きましたね、はい、ね、無事帰ってこられて何よりです。何よりです。よかったです、はいはい、今日は菅井さんとともにですね、いろいろとお話聞いていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ということで、今日は菅井直樹さんと今季を振り返る年末対談と題しましてですね、この2022シーズンのベガルタ仙台を振り返る形でやっていこうと思うんですけども、簡単にですね、手元に2022シーズンのベガルタ仙台の動きまとめたものをですね持ってきましたので、はい、ちょっとこちらをね見ながら進めていきたいかなというふうにも思うんですけども、うん、まあ、本当に簡単にざーっというふうな感じで、まとまっているベライチのものなんですが、はい、どうでしょう、ざっと見て改めて菅井さん的に2022シーズンベガルタ仙台どんなシーズンだったななんていうふうに思いますか？まずはね、リャン・ヨンギ選手が戻ってきたっていうことは、あ、そこからですね、はい、僕は一番のニュースかなっていう感じはしましたけどね。、はい、戻られる前後って少し話したりとかってあったんですか？話はしなかったですね、特に。しなかったですね、はい、じゃあもうニュースで知って、そうですね、はい、おーおー発表です、おー来たみたいな、おーみたいな。でいざでも仙台の所属になったわけじゃないですか、はい、その後2,3 話したことっていうのは今年あったと思うんですけど、はい、なんか言ってました、はい、うん、それ言っていいのかは分かんないんで、それはダメですね。ただいま的なね。そうですね、はい、ううただいま的な、あ、そうですか、頑張ってねっていう感じですね、こっちも言って、はい、あ、なるほどね。でもリャン選手がやっぱりこういるいないっていうのはやっぱこう仙台違うなっていうところも今年ありましたよね。そうですね、やっぱり彼がいることでやっぱり、まあ、多くのサポーターの方が、うんうん、期待もしているだろうし、うんうん、またそれをね来年も見れるっていうことで、はい、応援していきたいなと思います。そうですよね、はい、うん、何度か僕ガヤールとかでお話ししたことあると思うんですけど、リャン選手同い年なんですよ僕、うんうん、だからこそすごいなってやっぱり思いますし、すごいです ね, ね、自分じゃ考えられないですね、もう40も過ぎてね、はい、あれだけこう第一線でやるっていうのもね本当すごいなと思いますけども、うんうん、で、まあ2022シーズン結果としてはねちょっと悔しい形にはなってしまいましたけど、はい、どうでしょう、シーズンスタート前っていうのは今シーズンの経過や結果などっていうのは、うん、まあね、こうなるっていうのは予想はもちろんしてなかったと思いますけれども、うんうん、まあね、現状こうなっちゃったっていうのを受けて、うん、やっぱりちょっと悔しいなっていう思いの方が強いですか、菅井さん、いかがですか？いやー、そうですね、悔しいっていう気持ちが一番で、はい、まあ、やっぱりそのシーズン序盤っていうのはいいスタートを切って、うん、まあ、いい夏過ぎぐらいまでいい感じで、まあ、順位も上げていったんですけども、はいはい、まあ、最終的にはプレーオフにも届かなかったっていうのは、うん、まあ、本当に選手じゃなくても悔しいなっていう、 うん、まあ、上から見てるだけでしたけど、はい、やっぱりそこには悔しさがあったし、うんうん、うん、もっともっとチームが強くなってほしいなっていう気持ちはありましたね、はい、うん、そうですよね、うん、やっぱこう自分がどうこうできないっていうね、そのプレーという部分では、うん、
だからこそ余計ちょっとこう、そうですね、歯がゆいというか、なんとか力になりたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、まあ、やっぱりそれは、まあ、出てるプレイヤーしかできないことなので、まあ、ただ勝利を祈ってるだけでしたね、はい、ですよね。あとはね、やっぱこう状況的にコロナ禍っていうのもね、まだこうね 100% オープンっていうわけでもない状況でしたから、あの直接例えば練習場に行って声をかけるとか、激励するとかって菅井さんそういうこともできなかったわけじゃないですか。できなかったですね。ここ3年ぐらいはもうほぼ練習も見れてないですし、まあ、どういったトレーニングをしているのかっていうのも自分の頭の中には入ってこなかったので、まあ、本当、ね、そのガヤールでこう解説する時もやっぱり言葉を選んだというか、はい、まあ、言葉も詰まる場面もありましたし、うんうんうん、まあ、なかなかその戦術についてっていうのは、まあ、皆さんにいい解説はできなかったなっていう感じはしますね、そうなんですね、はい、ちょっとこうそこはご自身の中での反省というか、反省というかやっぱり見たものをやっぱり伝えたいですし、はいはい、まあ、あとはトレーニングと照らし合わせて試合を見たかったので、そうですよね、まあ、それができなかったのは非常に残念だったなっていう、やっぱ本当はおそらくこうしていきたいんだろうというのをこう、まあ、持ってて、で実際見たときに、あ、でもあそこうまくいかなかったとか、まあ、あそこはめちゃくちゃうまくいったとか、そういう話をもっと深くできればいいのにと。そうですね、まあ、それがコロナ禍でできなかったっていう、まあ仕方ないですけどねそうですね、はい、でもそういった部分で言うとあれですよ、もうあの隣でいつも、ね、お話ししてくれてましたけど、はい、もう目の前に起きたこと、出来事をすごく分かりやすくいつもお話ししてくれましたから、ありがたいなと思って聞いてましたよ僕は。え、僕の解説がですか。そうですそうです、何言ってるんですか、もう菅井さんしかないですよ、何言ってるんですか。なんで菅井さんがねいてくれてすごいね嬉しかったなと思いましたけどもね。ありがとうございます。はい、ね、まあ、またそういうね2023シーズンもちょっとねいろいろと変わってくるといいかななんていうね思ったりしてますけども、はい、で今日はですね、はい、今期2022シーズンのことについて、まあ、こういうことやりますよというのをですね、事前に SNS で、お伝えいたしまして、はい、で菅井さんに何か聞きたいことありませんかと質問を募りましたところ、はい、いくつか来まして。本当ですか。本当ですよ、何言ってんですか、はい、まだ興味あるんですね僕に何もおっしゃいますか、ね、そこではですね、リプで募集しますなんていうふうにツイッターで書いたんですけども、はい、意外にですね DM でくれた方も多くいらっしゃいましたので、はい、今日は紹介していきつつ、それにこう菅井さん答えていただきたいかなと。わかりました、思うんですね、はい、題しまして、教えて金ちゃん、イエーイということで、ここからそれでよろしいですか、大丈夫ですかすごいですねそのテンションありがとうございます、はい、じゃあですね早速、じゃあその DM でいただいた方ほとんどだったんで、はい、先にリプ引用リツイートという形でいただいた方からご紹介していきたいと思うんですけど、はい、こちらの方、金ちゃん単位でのお仕事お疲れ様でしたということですね。はい、ありがとうございます、はい、金ちゃんの活動を通じてタイのチェンマイという場所を現況を恥ずかしながら初めて知りました、はい、今回の単位での活動内容や子どもたちとの触れ合った感想など金ちゃんの言葉で少しでも聞かせていただければなと思いましたというようなところから始まってますけども、うん、先ほどもちょっと言いましたが、はい、タイに最近行って来られたと。行ってきましたね。いうことなんですね。まず羽田からバンコクに行きまして、はいはい、まあ、そこで一回大久保剛史と合流しまして、はい、元ベガルタ選手、はい、今タイで活躍しておりますサッカー選手ですね、はいはい、でそこで一回合流して今度チェンマイに飛びましたってなった時に、はい、着いたら荷物が出てこないと、え、どういうことみたいな、はい、あったんですけど、はい、そっから結構トラブル続きというかはい、はい、まあ、本当疲れたなっていう、いろいろとあって、はい、ええ、まあ、でも子供たちと、はい、まあ、サッカーもしましたけど、はいはい、まあ、結構な、なんていうのかな、スラム街だったりとか、うんうん、そういう場所が多くて、はいはい、まあ、僕は意外とそういうものは見慣れてたんですけども、うんうん、まあ、やっぱり初めて見る人にとってはやっぱり衝撃的な部分も、うんうん、場面もありましたし、うんうん、まあ、それでも、まあ、タイの子供たちにベガルタを届けようということで、うん、
まあ、たくさんの子供たちが、うんうん、まあ、ベガルタのエンブレムをつけたシャツを着て、はい、まあ、言葉は通じませんでしたけど、はい、まあ、サッカーをすることによってみんな笑顔になって、うん、まあ、非常にいい活動だったなっていうふうには感じましたね、はい、目の前でその光景を見てきたということですよね、うんうん、ベガルタの、シャツを着てというふうなことは、はい、今シーズンベガルタのホームゲームで1回ありましたけども、はい、不要になったユニフォームとか、そうですね、はい、そういったものを、まあ、集めてタイに届けようっていうプロジェクト、うん、あれをもうそのまま持ってってというそうですね、こうだったんですよね、はい、もうだからタイの方のお子さんたちでそのベガルタのユニフォームとか、うん、そういうシャツゲームシャツとかですね着てる T シャツとか着てる子供たちが多いってことですよね。そうですね、うん、まあその中にやっぱり25番っていうのはいっぱいいっぱいはなかったですねいっぱいあったら逆にちょっと不安悲しいですね。そあそっかそっか、はい、そうですね、まあでも言いまして行って、うん、まあやっぱりその子が本当に笑顔でサッカーしてたので、うん、なんか可愛かったですねやっぱり。そうですか、うん、なるほどね。まあ現地の子たちは本当素直というか、うんうん、まあ、言葉が通じなくても一緒に喜んだり、うんうんうん、できたのでまたねなんか機会があれば、はい、行ってみたいなというふうには感じました、はい、そうですね、うん、こういうような活動ってあんまりこうやってる J リーグのチームって僕の範囲ではまあ聞かないので、うんうん、すごくいいなとも思いますし、うんね、やっぱりいろんなこうつながりがあったことでこういうことってできたんだと思いますけども、はい、うん、なんかよりね2023シーズン発展していくといいですよね。そうですね、ね、はい、うん、ありがとうございます。さあ他にじゃあ DM で届いておりました質問ですね聞いていきたいと思うんですけども、ですね、こちら、はい、菅井さんは暑い日寒い日晴れの日弱い雨の日強い雨の日雪の日風の強い日どの日がプレーしていて嫌ですかという質問なんですけど、うん、まあ選手だったらということですね。雪の日ですね。雪の日もうねスパイクが濡れて冷たくて、はい、もう指先が痛いんですよ。ああ、まあそれでボールを蹴るってなると、はい、本当に痛くて辛いですね。あとは踏まれたりしたりとか、ああ、もう地獄の拷問のような感じですね、はい、やっぱでも思うようにこう飛ばなかったりします？雪の日だったりすると、飛ばないはずですね、うん、まあスパイクの裏に、まあ、雪がついてたりとか、はいはい、まあ、踏ん張り効かなくて滑ってしまったりとかっていうこともあるので、うんうん、はいはい、まあ、あとはボールがどんどん雪だるまみたく大きくなってくる、そうですよね、こともあるし、はい、まあ、雪の日は嫌ですね。あれ選手時代雪の日に試合したことって何回かありましたっけ？試合はどうだったかな、記憶上1回あるかないか。あ、そうですか。でもやっぱトレーニングそうです、ね、はやっぱり雪積もったり、うん、した時もあるんで、その時はもう練習したくないなっていう来たばっかりだけどもう帰りてえなみたいな、はい、たまにはそういう時もありますよね、うん、もう本当指先が冷たいのだけはちょっと勘弁なんですよね、はい、確かにね、そうですよ、はい、うん、だそうです、ご参考にしてみてください、まあ、こんな質問からですね続いてこんなところも来ております。ですね、菅井さんへ、はい、今年のワールドカップではPK の場面や PK 戦が多かった印象がありましたが、うん、菅井さんは現役時代 PK は得意な方でしたか？そして今回 PK は運か運じゃないかという話題もありましたが、菅井さんはどちらと思いますか？聞いてみたいですというようなことなんですけど、いかがですか？僕は PK を蹴ったことはないですね、はい、それ公式戦でってことですか？公式戦 で、 あら、で蹴るチャンスがあったとすれば、はい、入れ替え戦ですかね。あ、うん、PK 戦になるっていう時ですね、はい、2008年、はい、PK 戦になったらどうしようってい う、 こう恐怖でじゃああんまり得意な方ではなかった？得意じゃないですね。あ、本当ですか。あの高校時代も、はい、一回外してそっから蹴らなくなりました、はい、で一番最後の方に並んで、はい、みんな頑張ってくれっていう
応援してましたね。そうなんですね、はい、若干やっぱじゃあトラウマ的なところもあって、うん、そうですね、うん、はい、まあ、ああいうのってねやっぱその得意だっていうメンタルの方とね、うん、まあ、同じように菅井さんみたいなメンタルの方とそれぞれいると思うんですけども、うん、はい、うん、どうなんですか今回でも運か運じゃないかみたいなね話になりましたよね。確かに、うーん、まあ、PK も大体分析はするとは思うんですけども、はいはい、まあ運じゃないですかね。どっちかというと、どっちかというと、うん、その時その時で変わるってことですか。うん、難しいですねあんまり蹴ってこなかった分ね余計にねなんかこうポストに当たって外れるとかは、はい、多分運だと思うんですよ。で手で弾かれたっていうのは多分分析されてるの可能性もありますし、はあはあ、まあ、何とも言えないなっていう感じ。やっぱ蹴る選手ってちょっと癖とかもやっぱあります、まあ、助走取らない選手もいるし、はい、まあ、あえて長く助走取って、うん、まあ、リズム変えながらとか、うん、はいはい、まあ、そういう選手は見ますけど、うんうん、僕はどっちかというと、はい、助走取らないで蹴ってたんですよ。あ、そうですね、はいはい、だとすると読みやすいんですよね。あ、ゴールキーパーからすると、はい、ほう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 、テンポが1回踏んで蹴るだけなんで、それに合わせて飛んじゃえば、そうですね、うん、いつ蹴るかっていうのは分かりやすいっていう、うん、はい、だ絶対蹴りたくないですまあね、分かりませんけどベガルタの、ね、所属してる選手でもねそういう選手も、まあ、いるかもしれないですよね、うんうん、なんか今回 の, ワールドカップの結果を受けて PK 戦が今後ね、はい、国際試合の親善、まあ、試合とかね、はい、いろいろと取り入れられていくんじゃないかみたいな話も、ね、うん、ありましたから、うん、なんかちょっと一つねターニングポイントになるかもしれないですよね。今までもう 100% 運だみたいに言われてたところがね少し変わってくるところも、まあ変わっていくとは思いますね、はい、そうですよね、はい、うん、J リーグの中でももしかしてそういうのもあるかもしれません、うん、はい、続いてですけども、はい、ですね、今年2022シーズンを終えて来シーズンも J2 で戦うチームの中でイメージとしてどこがライバルになりそうだと思いますか。急にちょっとこう踏み込んでくるような感じになりましたけども、うん、いかがでしょう。まあ、やっぱり静岡勢じゃないですかね。ああ、ジュビロ、はい、清水、はい、下から上がってきたチームでも藤枝もね、そうですね、 J2 なんですよね、はいはい、静岡勢、あとはいわきですね。ああ、いわき FC、 もうフィジカルモンスターですよ皆さんっていう話ですよね、はい、まあ、そこをどう攻略していくかだと思います、うんうんうん、ああ、なるほど。やっぱ未知のチームの方が怖いってことですね、うん、やっぱり怖いですね、うん、今年やってないところ、うん、ですかね、うんうん、今年あとねやっぱ上位に入ったチームっていうところも、うん、まあ、もちろんかなり、ね、上位争いにしてきますよ ね、 すね、きっと熊本、岡山、うんうん、まあ、山形もそうですし、まあ、そうですね、大分とか、うんうん、まあ、みんなが、うん、全チームがライバルですからね。そうですよね、はい、一つ一つ気を抜かずというところであると思いますが、まあ、菅井さん的にイメージとしてはまだやっていないところ、やってないところですね、ちょっと怖いかなということですね、うん、確かにな、最初新しいところとねやるの分かんないですもんね、うん、うん、はい、で、これ続きになるかもしれないですけど、はい、別の方でいただいてたんですが、菅井さんが来年期待したい選手は誰ですか、その理由も教えてくださいっていうか来てますけども、いや、これはもうね、はい、中島もっくんですね。あー、そうきますか、はい、はい、じゃあその心は、まあ、彼が残る決断をしてくれて、はい、まあ、やっぱりこのチームで戦いたいっていう、うんうん、思ってくれたことに対して僕は応援したいですし、うんうんうん、まあ、何か成し遂げてくれるんじゃないかという、はい、期待を込めて、うんうん、まあ、選びました。なるほど、はい、中島もっくんやっぱりね本当来シーズンも主力でね頑張ってほしいなというふうにも思いますけども、うん、ただもうオフシーズンのベガルタ仙台のそのね補強動向っていうのがすごい、まあ、早かったですし、ね、早かったですか、早かったな、他のチームと比べて早かったなと思いません、うん、なんか結構タイに行ってる時間はそっかネットがあまり見れなかったので気がついたらみたいなね、家帰ってきたスタッフ2人は、はいはい、Wi-Fi 持ってたんですよ、ええ、で僕用意してなかったので、はい、これ大丈夫かなと思って、はい、借りたらいいじゃないですかWi-Fi をいや、もうなんかホテルの Wi-Fi か、はいはい、
まあ、どっちかにくっついて歩くかっていうことしかできなかったんで、ほとんどタイは満喫できてません。タイにいるうち その情報はあまり得れてないという、ね、ことですね。なるほどね、うん、まあまあまあそれもまあなんか初めて聞いた話なのでちょっと面白いなと思って今思ってますけど、はい、でも、うん、いいんじゃないですか、中島選手がね、菅井さんはとりあえずひとまずはね、2023シーズン注目ということですので、注目ですね、皆さんこちらもねぜひぜひチェックしていただきたいと思います。そしてですね、こちら金ちゃんにもっと県内いろいろ回ってほしいです。先日の選手たちの全市町村訪問もいいですが、シーズン中も金ちゃんがいろいろ回って週1回くらいでサッカー教室をしたりしてほしいです。お忙しいと思いますがみんな喜ぶと思います。金ちゃんなら考えてくれますよねっていう風な、はい、いやサッカー教室自体は、はい、復興支援キャラバンで、はい、まあ、小学校は回ったりはしてます。あ、そうだったんですね。まあ、あとはその企業さん あの協力のもと、はい、まあ、月1ぐらいはサッカー教室はやってたので、コロナでキャンセルになったりした部分もありましたね。もしかしたらでも、まあ、もっとやってほしいということなのか、あるいは、まあ、やってるところをネットとかに、この間の、ね、全市町村訪問の時みたいに、うん、ツイッターとかで流してほしいとかそういうことなのかもしれないですけどね、はい、うん、どうですか、でも やってくれませんかみたいなことですけども、そういう機会っていうのは。そうですね、まあでも来年、はい、突然の話なんですけど、はい、ぶっちゃけニュースというかぶっちゃけニュース、はいはい、今シーズン限りで、はい、地域連携課スタッフを退任します。マジっすか、はい、なのでマジっすか、はい、サッカー教室は回れないかなっていう、あ、そうなんですね、感じはしますね。何をされるんですか。来シーズンは、はい、アカデミースカウトに就任します。あら、そうなんですね、はい、もうこのベガルタチャンネルレディオがアップされてる時には皆さん周知の事実かもしれませんけれども、はい、そういうことなんですね。そうですね、やっぱりもっと深くサッカーに関わりたいというか、はい、うん、まあ、やっぱりサッカーが好きですし、はい、そういった環境で、まあ、仕事がしたいなっていう気持ちも芽生えてきて、おうおう、うん、まあ、そのアカデミーで、まあ、優秀な人材を発掘していく仕事、はい、まあ、なんかやりがいがありそうかなっていう、お、まあ、育成年代から、はい、まあ、ベガルタ仙台を強くしていきたいという思いで、はい、まあ、ちょっと頑張ってみようかなっていうふうに思ってます。おうおう、東北六県であったり、はいはい、まあ、場合によっては、ね、うん、九州とか大阪とかいるかも、うんうんうん、日本全国、はい、それは分からないですけど、はいはい、まあ、やっぱりユース年代を強くしてそこから、ね、一人でも多くこうプロにトップチームに上がっていけるようになれればいいかなというふうには考えているので、お、まあ、そこをちょっと頑張っていきたいなというふうに考えてます。なるほど、すごい、すごいですね。すごいですかじゃあもう一言だけちょっといただきたいんですけど、はい、菅井さんが思うスカウトのポイントみたいなところってあるんですか。どうですかね、そこは今からじゃないですか、その、うん、まあ、どんだけ上手くても、はい、っていうわけではなくて、はいはい、その先の可能性があるのかっていうのを見極めないと、うんうん、まあ、上手い選手はたくさんいますし、はいはい、だからそこをどう伸ばしてあげるかとか、はい、伸びそうなのかなっていう、こう見極め、うん、が多分非常に大事になってくると思うんで、はいはい、やっぱりそれは試合数を多く見なきゃいけないし、うん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 、まあ、多分忙しくなるとは思います。おー、そうなんですね。じゃあもうそれいろいろ見ていって自分の中でもなんかこう例えばですけど、はい、荒削りだけどキラッと光るものあるなとか、うん、そういう選手を見つけてこう声かけたりとか、うん、もうめちゃくちゃ出来上がってんじゃん、音調欲しい欲しいみたいな、そういう声かけたりとか、うん、まあ、でもイメージだとしたら青足みたいな、おー、はいはい、あんな感じじゃないですか。あら、はい、ちょっと
2022シーズンね、福西さんとお話ししてい、ね、うこともあって青足、ね、そういうところでもつながってくるんですね。まあ、なんか興味が湧いたというか。あ、はい、なるほど。いや、ちょっと楽しみですね、そうなってくると、うん、そうですね、まあ、やったことはない仕事ですけど、はい、まあ、それは自分の頑張り次第なので、はい、一人でも多く、はい、トップチームに挙げれるよう、ユースに入れれるように観察していきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあ最後こんな質問は多分ちょっとどうなんだろうと思うんですけど、はい、最後、及川さんとベガルタ系 YouTuber みたいな感じのトークをオフィシャル YouTube でやってくれませんかっていうのがあったんですけどじゃあちょっと難しいですね、そうなってくるときっと立場上は。まあ、それは次の人がね次の人がね、はい、そう、ガヤールもどうなるんだろうって今ちょっと思いながらいたんですけど、まあ、今後ですね、はい、じゃあ分かりました。じゃあ皆さんも含めぜひ楽しみにしてていただければと思いますんで、僕も楽しみにしますんで、ありがとうございます、はい、はい、ということでここまでで質問以上となります。はい、はいはい、皆さんたくさんの質問ありがとうございました。以上ここまで教えて金ちゃんお届けいたしました。ベガルタチャンネルレディオ、さて今回はここまで。皆さんたくさんの質問をありがとうございました。今回も聞いての感想は SNS での発信やこちらのコメント欄などにお待ちしています。さてここでベガルタ仙台からのお知らせです。2023明治安田生命 J2 リーグの開幕カードが12月23日に発表となりました。ベガルタ仙台は2月18日土曜日もしくは19日日曜日にアウェーでの FC 町田ゼルビアとの試合で2023シーズンの開幕を迎えます。またホーム開幕戦は翌週の第2節2月25日土曜日もしくは26日日曜日に開催の栃木 SC との試合となります。なお開催日、会場、キックオフ時刻などの詳細は2023年1月20日金曜日に発表予定ですので、それまでもう少しお待ちください。その他のさまざまな情報などはベガルタ仙台のオフィシャルホームページをご覧いただきたいと思います。さて次回こちらでは菅井直樹さんとの年末対談後編をお送りしますので、引き続きお楽しみにしていてください。ということでベガルタチャンネルレディオ、ここまでのお相手ナビゲーターの及川明宏でした。ではまた次回お会いいたしましょう。